潜在駅は奈良県天理寺杉本町にある近畿日本鉄道天理線の駅。駅番号は H34。島式一面二線のホームを持つ地上駅。ホーム有効長は6両分。駅舎は2番線側にあり、駅舎とホームは地下通路で連絡している。天理駅管理の友人駅でピタパーイコカ対応の自動改札機及び、 自動生産機が設置されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。天理市、コミュニティバス、伊調号西部線 ABCDE ネサトル週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手私鉄3号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、11から13ページ。 ISBN 978から4から02から34万133から4近畿日本鉄道株式会社近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道2010年12月87ページ全国書誌番号2190万6373平成19年4月1日から 近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r d 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年2月28日日閲覧。駅別上高人員奈良線柏原線天理線近畿日本鉄道 ありがとうございます。